お疲れ様です。関取チャンネルです。すごい新年一発目ですかね。いやもう何発、2発目ぐらい。2発目ぐらいの。はい。シークのほんま2週間ぶりや、俺は。2週間ぶりなんですか、うん、全然会ってなかったから、最近。最近朝も会わないしね。うん、年始で、ね、新規一点頑張ろうかって言うけど、最近はあれを聞きたいね、どういう動きしとるか。まあまあ、まあ、講師両面、なんかいろいろ、仕事結構今苦労してるけどね、その。大変だよ、今は。大変と思う、その、自分が結構準備不足だったりとか、なんかそういうんで、なんか、まあ、ちょっと人に迷惑かけたりとか、たんで、ちょっと、その反省ですね。まあまあ、プライベートはプライベートで、なんかちょっとね、随時そう。まあまあ、いろいろあったり、ね。あんなことあったり、こんなことあったりみたいな。できたの女は。まあ、もうぼちぼち作ろうかなぐらいの感じで。うん、まあ、年内多分入籍して、多分来年出産ぐらいの時期になるかなっていう感じで。いや、でも、そんぐらいのスパンでいっとかなと、もういい年だし。もう。来年、子供できるんかと思ったら、なかなかね、人生ってわからんもんですよ。もう2発では決めないかよ。一発できます。一発でいく。一発でもう、はい。はい、子供できましたって言って、ね、男はやっぱ1回で決めるとね、まあまあ最低3回いないです。うん、まあまあでも一発で決めないかもしれない。シークはね、やっぱ赤ちゃん見よったらこうね、可愛らしいですよ。欲しいなる、やっぱ欲しいですね。でも毎日こうこのあーあーって言ってこのガーって大変じゃないですか。むちゃくちゃなってるほったらかしい。ほらね、すごいな。でもしんちゃんこうやって成長してね、こうあっって言ったら、よし、先行ってる。あ、ごめん、これをシークのグレープフルーツな。いやでも年始もう1ヶ月終わりますね、2020。早いよね。早っ、という前で1月なの、はい、ダメだ、しんちゃんこれだ、それはいかんわ、これはいかん。計算もね、これからですね。まあ、勝負は始まった、うん。まあでも勝てる勝負ではあるんじゃないですか。まあね。ちゃんとその土俵に立てば、うん、1対1でちゃんと向き合えば多分勝てるでしょうけど、立つまでがなんか大変ですね。大変。最初の1年は。大変。もうバタバタやん。なんせ人が。ああ、ダメ、兄ちゃん、ダメよ。ダメですと。からダメ。ということで、まあ、2024年も、まあ、これからですけどね。あ、やべ、食った。あ、いや、腹減ってくるんや。頑張っていきますか。よろしくお願いします。はい、私もサッカーやりますんで、しっかり体作って、あのシーズンに合わせてね、やっていきます。よし、頑張っていきましょう。はい、それはいい。